またですね別の強プロテクターですね、これはまあ以前から発売開始されているものになります。SK807C レベル2インナーチェストアーマーというタイプのものですね。はいこれはまあ基本的にはコミネのプロテクター付きのジャケットですね、強プロテクターをえー差し替えることができる。まあ、取り付け方法としててはコミネの商品って ジャケットにあの両胸にポッケがついている形になりますのでそのポッケの片側に無理やりこれをあの押し込んでいただいて使っていただくとまあ片側だけ入れておけばあとはまあジッパーであのフロント閉めていただければ胸のところに収まる、まあ、簡単に取れないようになっていると思いますのであのちょっとね不安な方は両,方両サイドポケットに入れてもらってもいいんですけどちょっとあの大変なので片面だけでもまあ,あの問題なく作用するんじゃないかなと思っています。 こちらもでですすね、ね。裏面に 3D メッシュです、ね、通気性を高める 3D メッシュが貼られていて胸のところにですね、汗をかいてもこの中を空気が抜けるようになってますので、えー、この表面はね、そんなに通気性高いものじゃないんですけどこのサイドの方から、あのー、空気が抜けるようになってますのでメッシュジャケットとかと合わせていただければ大変効果の高い商品になるんじゃないかなと思います。ははは、い、やはりですね、胸胸の、強の胸のプロテクターは 一枚式が理想だというところでやっております。やはりこの胸の中心にあの何か衝撃があったときにあの分割式だとどうしても守れない部分があるので、そういう意味ではねその受傷の可能性をか、えー、減らすという観点で言えば、やはり一枚式のその強プロテクターが理想だろうというふうに考えております。やはりですねそのバイクの事故で不幸にもあの命を落とされてしまうケースの。 まあ3割以上ですね3割以上の方が胸部と腹部を受傷されてと、えー、いうかケースが多いということなので、まあ、これはもう事実として明らかになっておりますしこれってまあ日本だけの状況じゃなくて世界的に同様な傾向があるのが言えると思いますので、まあ、一番は当然頭部が、ね、重要なんですけどやはりですね胸の保護っていうのはかなり重要な部分を占めると思いますので。 まあつけるのであれば1枚式がよりベターだよというところはご承知を聞いていただければなというところですね。SK807 強プロテクターですね C レベル2の EN1621 の3レベル2を取った強プロテクターですはい、はいありがとうございます。